you。
ここにある神崎の絵、気に入っていただけましたかな？どうです？本物の芸術作品はまるで生きているようじゃありませんか。真の芸術作品は命を持っている。私は常にそう感じ取るんですよ。もっと失礼。私、ご来館誠にありがとうございます。私、この美術館の学芸員をしております伊藤と申します。美術品の並んだ部屋の片隅のこのパイピースに日がなくして日々を据えて人間観察をしておるわけです。もっぱら見るのは人間の方です。なぜかって、ここにある作品はどれも超一級品ばかり。あまり長く向き合ってると取り込まれてしまうんです。冗談ですよ。さて、ここに一つの彫刻作品があります。これは先立て届いたばかりでまだ公開はされておらんのですがね、実はこの彫刻にはいわれがありまして、鶴の恩返しはご存知ですか？昔話の。若い生き懲りの男が罠にかかった鶴を助ける。すると鶴が美しい女の姿になって男のもとにやってくる。そして二人は夫婦になった。まあここで終わればハッピーエンドなんですがね、この後がいけない。女は男の暮らしを助けるために旗を折るわけですな。決して覗かないでと言い置いて旗折り部屋にこもるんです。カターンコンコン、カターンコンコン。できてきた反物は
この世のものとは思われないほどの美しさ、大変な評判になるんです。皆がこぞってこの反物を欲しがる。しかし折れば折るほど女はやつれて痩せ細っていく。心配になった男はとうとう覗いてしまうんですな、旗織り部屋を。するとなんと旗を織っていたのはあの日の鶴だった。鶴が自分の羽を抜いて旗を織っていたという、日本人なら誰もが知るこの昔話。実はこれには後日談がありましてね。女房を失った男はどうしても諦めきれず、もう鶴であったとしてもこの愛は変わらないと、それを一心に木を掘り始めたんです。それこそ神職を忘れて魂を込めて掘った。その姿は危機迫るものであったと伝えられております。そしてある一言を掘り上がった。それはちょうどあの鶴を助けたあの雪深い朝と同じ日であったと、そのように伝えられております。そして男はのみを手にしたままこの像の前で息絶えておったそうです。しかしその顔は喜びに満ちていた。己が彫った彫刻の中にあの鶴を、愛する女の姿を見たんですな。その彫刻というのがこれです。あまりにもよくできていたために今日まで大事に伝えられてきたのです。実はですね、この彫刻はここに来てすぐに奇妙なことがありましてね、一人の若者がどこから入ってきたものか、まだ開館前の早朝、この像の前に立っていたんです。ちょっとあなた、どこから入ってきたんです？困ったな、まだ開館前でしてね、しかもここは関係者以外立ち入り禁止なんです。それにこの部屋には展示前の作品がたくさん置かれてますから、傷でもつけようものなら私の首が飛んじま。さあさあ、とにかくあちらの通用口からお出になってください。すみません、困ったな、警備は何をしてるのかな。お客さん、どうぞあちらの通用口。あ、お客さん、ダメです、触っちゃダメですよ。こちらどうぞ、こちらへ。お客さん、ダメです、ダメ、これはダメだ。あ、誰かいませんか。誰か、警備員さん。ないのか。お客さん、そんなにこの像が見たいのか。仕方がない、少しだけだよ。
一目だけ。約束ですよ。もうこんな時間。はい、すぐ行きます。よいしょ。はい、参ります。
私がこの部屋に戻った時、男は消えておりました。しかしね、消えたのは男だけじゃなかった。ここにあったはずのあの鶴の彫像も忽然と姿を消していたんです。しかもこの布だけを残して、まるで羽衣を落としていった天女か何かのように布だけがここに残された。私は肝を潰しました。盗まれた、そう思ったんですね。こりゃ大変だ、そう思ったその時に、かすかに背後から声がした気がしたんです。私には確かに聞こえました。優しい男と女の笑い声が。振り返るとね、そこにこれまで見たこともない神々しい絵が姿を現したんです。そして何よりも不思議なことに、誰もここにあった浄土のことは覚えていない。みんな最初から絵だったって言うんです。でもね、私には確かにここにあのまるで生きているかのように繊細で美しい鶴の彫像があったことを覚えている。その証拠がほら、この世にも美しい布なんでございます。昔話に鶴が折ったというこの布、今思えばあの男は、いえ、何でもございません。本物の芸術作品というものはまるで生きているようじゃありませんか。真の芸術作品は命を持っている。この絵もまたそのようでございます。